サプライズで、寮母感謝デーを開催。女優の本田翼が主演を務める TBS 火曜ドラマ、君の花になる、午後10時の第7話が29日に放送された。本田演じるアスカの過去が明らかになった、以下、ドラマの内容に関する記述があります。本作は、本田演じる元高校教師の主人公、中町アスカが、崖っぷちのボーイズグループ7人の寮母となり、一緒に、トップアーティストになる夢に向かっていく、恋も仕事も友情も新たなステージへ進む女性の成長と胸キュンを描いたオリジナルストーリーだ。高橋文也の高校で行われた8ルームのライブに駆けつけるも、過去のトラウマから校門の前で動けなくなってしまったアスカ。タンが手を取るが、生徒が集まってしまう前に、僕が車で送ります、と教師、池谷、前田光輝にその場を離れるように指示される。そんなアスカをタマが心配する中、8ルームのメンバーたちは、寮母感謝デーをサプライズで開催する。一方で、アスカは高坂、内田幸から、寮母としてのタマとの関わり方について釘を刺され、より一層団への思いを封印しようと決意していた。バル、そして、タマの母校から受験を控えた生徒たちへ向けたビデオメッセージの依頼が舞い込む。撮影のために練習場に訪れた池谷は、アスカが学校を辞めることになった出来事について、タマたちに話し始める。当時のアスカは、生徒たちから慕われる一方で優しさや頑張りにつけ込まれ、他の先生たちからたくさんの業務を頼まれていた。すべてを一人で抱え込むが、相談に乗っていた一人の生徒の母親からのクレームをきっかけに、生徒からも勘違いされてしまう。ついに、アスカは学校に行けなくなり、教師を辞めた。バル、アスカは、自分に、花丸をつけるためにも学校に入って、8ルームの凱旋ライブを見て、迷惑かけた人に謝ろうとしていたができなかったことを8ルームに打ち明ける。メンバーたちは、いつも僕らの曲聴いて好きって言ってくれて嬉しい、アスカさんのこと大好き、と伝えると、はずも、あんたに、花丸、なんかついてなくても、俺にとってはあんたはずっとずっと最高だから、と声をかけた。その夜、ダンは、ずっとあんたのこと考えてた。俺、あんたが好きだ、とアスカに気持ちを伝え、手のひらに、花丸、を書く。そんな二人の様子を、成瀬大二郎、宮瀬隆美が見ていた。放送後、ダンがアスカに送った言葉に元気づけられる視聴者が続出。ツイッターには、ダンの言葉に救われた、私の手にも花丸書いてほしい、辛いこともあるけど、様がいるから明日の仕事も頑張れる、などの感想が見られた。